はい、トゥインクルコーポレーション所属振付師タレントのパーツ石場です。2024年2月の24日、水曜日、夜の7時10分でございますと。今日のお話は、フェスティバルの話にしたいなと思っております。僕が出演する、フェスの中で、一番大きい、そして1年の中で、僕の出演するものでは最も大きい、イベントでございますけれども、6月に、開催される G フェスございます。はい。どんなフェスかというと、渋谷のあの道玄坂付近の、ライブハウスとかディスコとか、そういったところで、ディスコじゃない、ライブハウスとかクラブとか、そういったところの、空間10何箇所、あるんですけど、そこを全部こう貸し切って、借りて、いろんなところで音楽の、ライブがあったり、お笑いのライブがあったり、そういった、お笑い、音楽、文化、カルチャー、そういった、イベントでございます。なのでね、よくもうテレビで見る、方々がずらーりとね、出演しているんですけれども、そこにね、私も出させていただいております。2019年から出てるんですけど、なのでね、2019、2020、2021、2023、5回出させていただいて、で、今年ももし、6月ね、出演できれば6回連続となりますので、張り切っていきたいなというの思うんですけれどもね、6月の14、15かな、その辺の14、15か15、16か、ちょっとごめんなさい、今わかんないですけど、そこの土日でございます。はい。でね、毎年そうなんですけど、今の段階でもちろんその出演者は決まってないので、僕も出演できるかどうかはもう全然分かってないです。はい。なのですが、毎年出演できるように、早めにこう、いろいろ動いているわけです。最初の頃はね、僕が一人でパントマイムで出てました。で、それから今度、3人組とか4人組で、出演するようになり、いよいよもう去年とかはそれまではパントマイムだけだったんですけど、今はこの音楽で、去年なんかは出てまして、もうバンドです、言ってみると。自分の楽曲もあるんでね、はい、そんな感じで出演しております。今年も、自分のせっかくのね、こう僕のバンドも あるし、僕のパントマイムのね、メンバーが、いるし、表現図はね、その事務所、開催してる事務所がトゥインクルコーポレーションで、でオーガナイザーがエレキコミックのやつ一郎さんなんですけれどもね、でそこで、表現図もね、去年から、事務所入りしているので、織部真知子さん、菊池誠君とね、去年、一昨年とかもね、やってたわけでございます。はい。ここからが本題ですけど、今年は、僕、石バンドと、あとは、パフォーマー、ドール、バックダンサーとかというよりは、その、なんていうんだろうね、バックパフォーマーっていうのかな。ドールなんかもこう入れて、華やかなライブにしたいなというふうに思ってます。まだそのメンバーはまだ決めてないですし、そのバンドもね、もしかしたらその場所によってはまた違うことになるかもしれないんで、まだ今はそのまだぼんやりですけれども、はい。そんな感じでもうちょっと固まってきたら、いよいよ、毎年撮ってる熱いフェスへの道2024という動画も撮り始めたいなと。おります。はい、といったわけでね、6月ね、やついフェス2024頑張って出ますので、またぜひね、応援に来てくれると嬉しいです。といったわけで、今日の話は、渋谷で行われる、都市型回遊フェス、やついフェスのお話でした。ありがとう。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。